の学びや後ろ受け身、立ってる状態からの後ろ受け身です、まずは足を滑らせてこの形になる。それから転ぶ。これはもう滑らせるですね、ここでワンクッション置いているわけなので、だからといってこれでバーンとやるとこの足をね痛めてしまうので、相手の力を受けてスッとこう滑る、もしくはそのまま下に力を抜いてこうしゃがめるようにしてください。そしたらもうそれであとは後ろに転がるだけですね。滑らせて滑らせて下に行って、やってみてください。